私は富山県の射水市小杉っていうところで生まれました。ちょうど小学校2年生の時でした。富山の町に空襲がありまして、その富山の町っていうのは、私は射水市小杉ですけども、高岡の方から富山市の方行く、それ富山市と高岡市っていうのは富山県で一番大きな市でございます。それでやっぱり富山市は一番大きい市で、そこにやっぱりドック会社とかいろいろありました。そのドック会社に父が働いていました。それで私の父は僧侶をしていまして、うちは寺院をお寺だったんです。それで私たちは兄弟4人で、私は一番末っ子ですね。で姉と兄私、それであと祖父母がいまして、でその富山県富山市に空襲になりました時は、ちょうど父がそのドック会社に行っていますので、もう母と一番上の姉はもう大変だったと思います。うちの境内の中に防空壕がありまして、割と大きい防空壕でした。それでこう入っていったところの一番奥のところのちょっと小高くなって、私ら山って山じゃないんです、本当にね、ちょっと小高い、それこそ2本ぐらい、私の足で2本ぐらい登ったところに、とこの下をずっと掘って、結構ね大きい防空壕でした。それでやっぱりご近所の方が自分とこのは小さいし、まだない方もいらしたけど、それは皆さんも田舎は親戚がありますから、お互いに人間はそこ入れていただいたんですけども、そのやっぱり食べるものは豆とか小豆とかそういうのをね、うちの防空壕の方に入れて、母が「はいどうぞどうぞ」って入れてあげていました。でその防空壕はやっぱり私たち家族おじいちゃんおばあちゃんもいましたので、7人入っていましたね。それで結構夏でしたから、8月でしたから、まあ蒸し暑くって、でもやっぱり入り口もきちっとしていましたのでね、そこから顔を出したりしていましたんですけども、割とまあ大きい防空壕を掘って、その中にまあ身を潜めていましたんですけども、どん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 こう見てみると富山市の町のところが真っ赤なってるのがね、私も見ました。それでなんかでもあんまり2番目の兄が私美和子って言うんですけど、美和子を B 二軸がいっぱい取っていくよって言いましたから、そっと覗きましたら、本当にね空に赤トンボみたいに赤いのが、それが B 二軸ですね、富山市の町の方へ焼夷弾を落としに行ったんだろうと思います。やっぱり姉と母がなんか本当にね心配していました。父がうちにいませんでしたから、富山のねとこのドック会社のとこへ自分から志願して行ってしまっていましたので、それで父もいないし、もう一番その心配してたのはうちの母と姉が、もうなんか父がそのドック会社ってとこにいるので、なんかひょっとして大変なんじゃないかなってことでね、本当にもうあの時はなんか私はちょっとまだ2年生でしたから、そんなにも姉とか母が心配してるほど私はあんまり心配してなかったんですけども、うろ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 と2人でしていました。そのうちに夜が明けまして、それで空襲は終わったんです。それでもう
もう母も何にもする気がしないし、そうかって言って私たちもちょっとお腹空きますから、姉がなんか防空壕の中になんかちょっとしたものがありました、それを台所の方へ行ってなんかちょっと温めてみたりして私たちに食事をあれして、その時に姉が「お母さんも何か食べなきゃダメだよ」って「いやいいからいいから」って言ってね、本当に母はその時ずい自分に昼も食べない、夕飯も食べなかったですね。でもうどうしたんだ、そして檀家の方たちも何人か来て、寺の住職のゴゲハンっていうんです、ゴゲハンどうしたんだろう、その当時は電話も通じませんでしたからね、それでみんな心配してくれました。それでも本当に運が良かったんですね、暗くなってから父が帰ってまいりました。今その時のことを思い出すと私もちょっとなんか胸がいっぱいになりますけど、本当にね帰ってきたんです。なんか顔がねすすだらけになって、それで片方はきちっと昔ゲートルって巻くんですけど、右の足のゲートルはもう取れてしまって、なんかボロみたいのをこうくくって、それでなんかねそれこそ古い風呂敷か何か袋みたいなもんになんかこう抱えてね帰ってきたんです。まあとりあえず父が帰ってきましたのでほっとしたんですけど、その富山市から私のところの射水市の小杉ですけど14、5キロあると思うんですよ、14、5キロのとこ歩いてきたんですね。で疲れていたんですけども、でもやっぱりお水を飲んだ後なんか10分ぐらいくつろいで、もう大事なもんみんなに見せたいなんて言いまして、それでなんかそこからなんか袋みたいボロみたいもののとこから出して、それでこれは照英弾だっていうことを言いまして、それでこれは不発かなんか知らないけど私そういうふうに聞いたんですけどね、これをねみんなにちょっと見せたいからって言って、それで檀家の人たちも大人も 3,4 人いました。で子供もだいぶいましたですね、その親についてきたんでしょう。でももっと子供たちに見せたいなんて言ってもう読んできて、全部で何人ぐらいいましたかしら、10人足らずかな、だいぶいましたね。それで吹きの葉っぱ、境内の横に吹き畑がありましたから、吹きの葉っぱをみんなにこう持ってきてくださいってことで、ちぎる人もいるし釜で切ってくる人もいる、そこにね何十枚かね畳2畳ぐらい引きましたね、重ねて、そこへその照英弾の不発かなんかなんでしょうかね、ちょうどこのくらいで、それで六角形だったかしらね、私の記憶じゃ。それでその色はね兵隊さんが着る軍服の色でしたね。あれをこうドロ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 、ちょうど今から考え、今だったらちょうど油のオイルみたいでしたね、グリーンがかったドロドロです。いっぱいこう次から次、次から次って吹きの葉っぱの上あれして、それでもうマッチはそこで吸ってなかったですね、こう遠くから2メートルぐらい吸っては投げるけどなかなかそれにはつかないんです。今子供たちに何しろ下がってて下がってて下がってて、って2、3メートル下がってて、3メートルぐらいかな。そしたら檀家の人がなんか細長い棒みたいの持ってきて、その先っちょにマッチ燃やして、それでその棒は細長いの2メートルぐらいありましたかしら、それをねヒュッとつけたらね、本当にねもう大分のかなりの火の玉でしたよ、バーッとそう燃えました。でこれがアメリカが落とした照英弾が皆さんの家を燃やしたり、いろんな人を殺したり怪我させたってことを話してくれました。私には4人の兄弟がいまして、一番上が姉です、6歳年上の、真ん中に兄が2人で、私は一番末っ子でした。その姉が
高岡女学校ってところ行っていまして、それで勤労の方に参加させられたって参加しまして、それで体験したことを今から25年ほど前に自分がその時のことの作文をね、私のところへ送ってきました。その作文をちょっと読み上げたいと思います。紙風船、桜井貞子。紙風船といえば誰しも手のひらに乗る五色のかわいい紙風船を想像するでしょう。私の脳裏に時折浮かんでくるのは、そんな優しい紙風船じゃなくって、大きな大きな風船、つまり紙でできた気球なんです。その巨大な風船作りに参加したのは、私たちの仲間、県立高岡高等女学校の3年生150人だったんです。私たちの仲間は、出来上がった風船には誰一人お目にかかったものがなかったです。私たちの知らないところで風船に組み合わされ、敵地へ飛ばされているということでした。それは太平洋戦争の最中、昭和19年の晩秋から20年の春にかけてのことでした。私は学徒動員として紙風船の工場に駆り出されました。工場には畳1枚ぐらいのコンクリートの台が2メートル間隔に置かれ、その下部には蒸気が通っていました。螺旋工場時代に染め布を乾かす台だったようでした。私たちはその台を使って紙風船作りに精を出しました。まず黄半紙を貼り付けました。その上に小半紙3枚を薄のりで貼り付けました。紙の重なる部分だけが薄緑になっていました。私たちは2人1組で作業を進めました。少しでも緩みがあると紙に細かいシワができます。刷毛を持つ者と紙を持つ者との呼吸がぴったり合っていなければなりませんでした。小半紙の貼り付けが終わると、その上に濃いめの糊を吐きます。刷毛にたっぷりの糊をつけ、両手で体ごとぶっつけるようにして吐きます。薄緑色の透明な柔らかい糊の感覚を今も忘れることができません。紙を強靭にするための糊ですから、ムラにならないよう十分に気をつけました。最初は左右に、次に上下に刷毛を動かしました。糊が乾いたところでもう一度黄半紙を貼り付け、糊刷毛をしました。最後に3枚の小半紙を貼って出来上がりです。重ね張りですから、少しでも狂いがあると規格からはみ出してしまいます。出来上がるたび緊張の連続でした。私たちの作った風船に水素が挿入され、風に乗せて遠い敵国へ飛ばされ、その国の上空で爆発するんだと聞かされていました。その話を聞かされるたびに、とても重大な仕事をしているんだという自負心を抱くようになりました。仕事の要領を覚え、手順よく仕事ができるようになるまで1ヶ月近くもかかりました。貧血症のひ弱な体質だった私は、深夜勤を終えて家に帰るとぐったりしました。何も食べずにそのまま布団の中に潜り込み、3時過ぎまで寝込んでしまうこともありました。私はその時15歳に満たない痛いけな少女だったんです。戦争が終わって45年、戦争を解雇することもだんだん薄れてきました。けど私は未だに紙風船の夢を見ることがあります。巨大な風船がふんわりふんわりと私の方へ飛んでくるんです。私の大切な精神のエネルギーを詰め込んだ紙風船、
本当に敵国の上空まで飛んでいったのでしょうか。本当にね、戦争はね、あってはいけません。国と国とのいがみ合いのためにたくさんの方が犠牲になったんです。そしてまたね、その残された家族の一人一人の人生がもう狂ってしまいましたので、絶対に戦争はあってはいけません。